はい。に会議がある。議題は残業いかに減らすかなんてナンセンス。神経疑う。でもこれは実際の話。21時を過ぎても働く。社内放送が鳴り響く。もうすぐ施錠だ。さすがに帰ろ。飯食って風呂入って23時。生きてる喜びとは何かも分からず、日々労働日々労働。これが染み付いた社畜根性。ブラック企業にさよならしよう。とっとと辞表を叩きつけろ。もう君はやめていいんじゃない。苦しまなくていいんじゃない。ブラック企業にさよならしよう。とっとと辞表を叩きつけろ。もう君はやめていいんじゃない。生きてるだけで大体 OK。 残業してもしてもタイムカードには反映されない。見込み残業って何それ。怖い。時給か最低賃金下回る。生きてる意味を探して迷えど見つからない。日々労働日々労働。これが染みついた社畜根性。やめたいな。企業にさよならしよう。とっとと辞表を叩きつけろ。もう君はやめていいんじゃない。苦しまなくていいんじゃない。ブラック企業にさよならしよう。とっとと辞表を叩きつけろ。もう君はやめていいんじゃない。生きてるだけで大体 OK。企業にさよならしよう。ブラック企業にさよならしよう。ブラック企業にさよならしよう。ブラック企業にさよならしよう。オッケー。